シールみたいな。ここピックアップされて、このこうやって橋があって、それがなんか珍しいみたいな。あ、お皿が、あ、お金入れた。お金入れて、ここで、すいません、買って、ここってお店ですか？関橋に来てます。はい、夜のね、一応ちょっと真っ暗ですけど、ここちなみに有名ですけど、お好み焼き屋ヒドに、そう、こうちゃんと、ちょっと今日はね書いてるね、関橋案内しようかなと。でもね、ここ結構ね人いっぱい来るから、あの満席になったらこの外で椅子でね座って待って、あんま夜撮ることないからね。シールみたいな。ここピックアップされて、このこうやって橋があって。それがなんか珍しいみたいな。行ってみる？橋？橋があって。海に橋って。ちょっと、え？これこれ、この橋。わかる？ちょっと暗いからね。なんで、あれ向こうが。それが謎で。埋め立てたとか？そういう説もあるけど、どうなんだみたいな。橋なの？うん。え、すげえな。そう、これね、また すごいな、自転車かな。うん、あるよ、ほら。あ、どうですか、これ。書いたってこと、誰かが。そうそうそう、あ、このね、この、い、なんか、なんていう、敷地が、なんかそういう、建設というか、関係ないか、多分書いたと思う。芸術的じゃない？この辺とかも書いたってことかな。うん、ここが招き猫の通りやね。招き猫がある。ああ、はい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 。これ両備バスの基地、車両基地で。はいはいはカードには書きたい。え、リーマーケット全部行くね。ほんまや。買える。うん。しかもあの450円。見てもいいんかな。見てもいいの。あ、お皿が。あ、お金入れた。お金入れて、ここで、注文してくださいみたいな。
救援コード入ってね。うん、こっちにもなんかある。やこの幼稚園向けにやってんだ。こういうこと？うん。殺されるかな。いや、それはないと思うけど、ちゃんとしたお店なのかな。こっちお店ですか。すいません、勝手。ここってお店ですか。一般の入るカラオケって書いてあるんで、スナックみたいな感じかなと思って、すいません。あ、そうなんだ。すげえ。はい。なんか新鮮な感じの、あんまこの辺を歩いたことがなかったので、新鮮な感じで、なんかここにカラオケ屋さんがあると思わなかったから。なんかちょっと入ってみたかったけど、どういうのシステムだったんだろうね。どうだったんだろう。でも普通になんか中カウンターみたいな、カウンターみたいなテーブルがあって、椅子があって、明るい感じだったよ。全然でもな。うん。保育園のところの前とかもなんか人形がな、あれ通学路やから人形置いとるんかな。そうだね、あの子供たちのためにね、あって、なんか夜見たらちょっとなんかびっくりするよな、うん、行ってる、うん、そう で, でも保育園があったからそういう感じなんだって思った、うん、で、あれだね、フリーマーケット、うん、フリーマーケット、あれは買ってもいいものなのかな、どうなんだろうなんかちょっとご自由に入みたいな感じだったから、ちょっとなんかお金入れてくださいな感じだったな、うん、ちょっとよくわかんないけど、まあでもなんだろうな、そういう支援の輪みたいなポスターみたいな貼ってあったし、あ、なるほど、小鳥の家とかなんか結構皆さんどうぞみたいな、普通にお金なくて服買いに服とか買っていく感じなのかな。そうだよね、西成とかよくあるから200円とか300円とかで服いいじゃん、そういう感じで、うん、なんかなだと思うよ、うん、なるほどね、はい、なんか最後に一言、最後に一言、あ、結構知らない店意外とあるなみたいな感じでございまして、うん、はい、ね、大丈夫です、うん、意外となんか楽しかったかも、うん、ちょっとさっきのカラオケちょっと行こうかな、また、はい、そうね、ちょっと行ってみようか、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。